はい、皆さんこんにちは。劇団おじいです。さあ、今日はね、もう日付変わっちゃった。1月4日で、0時11分です。で、今回の動画はね、ちょっと重複する内容なんだけれども、このね、全文掲載国土交通省が当時の更新記録を公開ということで、この管制塔の全記録、フルバージョン、一部英語記載ありっていうね、このバージョンを一応記録として残しておこうかなと思いました。これね、視聴者様が、この方がね、投稿してくれた、これね、ほんと、51分、約1時間ぐらい前に投稿してくれたんだよ。この記録がね。で、まあ、重要な箇所に英語の原文があるんだよっていうことで、こんなのあるんだと思って、まあ、ずっと動画作ってたからね、ちょっとこれ、おじいね、知らなかったんだよ。で、これが原文、どこにあるのかなと思って、で、その後の、ここまで、文言まで載ってるので、どこだろうなと思って、で、これをちょっとコピーしてやったらね、記事が出てきました。ね、ありがとうございます。教えてくれてね。で、ほんと、もうまんま、これがね、この TBS ニュースあったね、全文掲載、これね。で、内容をちょっと見ていきましょう。で、おじいがね、記事から拾った、本当に部分的なものだけだったね、これね。で、こっちが本物バージョンっていうか、メディアによってちょっといろいろはしょられたバージョンで、国土交通省の発表と記事をね、抜粋して紹介してたんだけど、こっちがメイン、本物になります。ね、昨日2日っていうかもう日付あれになっちゃったけど、羽田空港の滑走路で日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突した事故について、国土交通省が当時の更新記録を公開しました。国土交通省が日本語に略した全文を掲載します。ね、これがもう全文そのものバージョンの記事になります。で、内容としてはね、東京タワーが管制官、JAL 516便、ね、JAL 516日本航空機、ね、で、JA722A が海上保安庁機で話が進みました。で、JA722A と JAL 516に関する更新記録ということで、発生日、令和6年1月の2日、ね、この更新内容ということです。で、まずは17時43分2秒に JAL 516便、ね、今回の燃えちゃったやつ、ね、東京タワー JAL 516スポット18番です。で、管制官、ね、JAL 516東京タワーこんばんは。滑走路 34R に進入を継続してください。風320度7ノット出発機があります。ね、出発機が控えてるよっていうことをね、ここで伝えたわけです。そして、43分12秒、JAL、ね、516便、JAL 516、滑走路 34R に進入を継続します。ね、復唱している。ね、43分26秒、ね、今度、JAL 276、東京タワー、JAL 276誘導路上 C にいます。停止位置に向かってます。で、管制官。JAL 276東京タワー、こんばんは。滑走路停止位置 C1 へ昇降してください。JAL 276滑走路停止位置 C1、JAL 276。ね、こういうね、ものも全部、まあ、時系列で残っているということです。44分56秒ね、管制官。JAL 516滑走路 34R 離陸支障なし。風310度8ノット。で、そのね、45分1秒。JAL 516ね、滑走路 34R 着陸支障なし。ね、復唱してます。そして45分11秒ね、JA722、ここで海上保安庁機が初めてここでね、出てくるわけです。
時系列で言うと、ね、時系列で言うと、これね、日本航空機に対して、ね、着陸に関して、ね、まあ、誘導したその後、ね、まあ、これもあるけども、その後になりますし、ね、着陸支障なし、ね、この気象が終わった後、初めて出てくるわけです。海上保安機。他は JA-72AC 誘導路上です。ね、他は JA-72AC、ね、管制官。JA-72A と言ったは、こんばんは。1番目、C5 上の、ね、滑走路停止位置まで地上走行してください。ちょろ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 。JA-72A 東京タワー Good evening No.1 Taxi 2 Holding Point C5 ね、かって言ってたんだね。はい、そして45分19秒ね。海上保安機滑走路停止位置 C5 に向かいます。1番目ありがとう。ね。タクシー2ホールディングポイント C5 JA722A No.1 Thank you! ってね、かって言ったんでしょう。ね。まあ、これが原文そのまま。略が変、ね。まあ、なんとなくアバウトに日本語化になってると思うけど、喉痛い。寒い。暖房つけないと寒い。ね。そこで今度はね、45分40秒時系列でいくとね、JAL-179、またここでね、東京タワー JAL-179滑走路停止位置 C1 へ昇降しています。管制官、JAL-179東京タワー3番目滑走路停止位置 C1 へ昇降してください。JAL-179滑走路停止位置 C1 へ昇降、離陸準備完了。ね。かで次々と他の便に対しても指示をしているわけです。そして45分56秒。本当に忙しいね。JAL-166、東京タワー、JAL-166、スポット21番です。管制官、JAL-166、東京タワー、こんばんは。2番目、滑走路34R へ進入を継続してください。風320度8ノット、出発機あり。160ノットに減速してください。ね。だから、これが、2番目。今回の、事故を起こした、その次に、ね、着陸予定の便に対しても、着陸態勢、ね、出してるわけです。そして、JAL-166、ね、減速120ノット、滑走路、34R 進入を継続、こんばんは。ね。管制官、JAL-166、最低進入速度に減速してください。ね、そして、17時47分27秒、3秒無言。ね、で、この流れでね、JAL-516 が当該機、ね、到着が1番目。そして JA-722A が海上保安庁機で出発機の1番目。出発機のナンバーワンです。着陸のナンバーワンです。そして、JAL-166 って出てたのがね、34R 着陸体制。これが、これの続いての到着機2番目。ただ、これが着陸の後に JAL-166 がこの着陸予定だった。ね。そして、このね、DAL-276 が、この海上保安庁の次に続いて出発が2番目だった。控えていた。ね。そして、その後に JAL-179 が3番目、出発を控えていた。ね。出発が、だから海上保安庁のこれが出発機のナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー。そして着陸のナンバーワン、ナンバーツーという状態だった。ということです。これはね。ただね、本当にこの時系列、まあ重要な部分だけを
変な翻訳だけを拾ってポンポンポンって仕上げたのと、まあ、この時系列で他の2番目とかね、出発2番目、3番目に対しての誘導も入っていて、この時系列のこの管制塔のこの流れを見てみると、本当に降りてくる日本航空便だけに対してね、こうやって見たりとか、あれしたりとかってね、ではなくて、もうこんだけの忙しくやってるので、まして夜だからね、本当に目視してないのかとかね、あれがあれこうで言っても、この時系列から見てみると、まあ、本当に忙しい。これはね。それがずっと一日労働時間の間でね、神経集中しながら、間違わないようにやるって、これできますか皆さん、これね。いや、本当ね、まあ、こうやってね、コピーしてくれてありがとうございます。ね、この内容が、一応公式のフルバージョンとして、で、他のメディアでは、今回の事故のやり取りだけの部分を、まあ、はしょった形で出てるので、どっちの記事を見るかによって、イメージとか、あと全体の流れ方っていう把握の仕方が全く違うと思います。これはね、ちょっと重要な要素になるので、まあ実際に国土交通省が当時の更新記録を公開した内容そのままの全文がこれなので、まあこれをメインとして、はしょられたものがあちこち記事にもなってるし、受け取った人が、あれじゃないか、これじゃないかといろいろ出てくるのも、まあ当然だなと、おじいは思った次第です。なので、まあ実際は、このフルバージョンをベースにして、まあちょっと周りの肉付け、そして状況を考えていくべきではないかなと思いました。ね、はい。まあ今回はね、あくまでも記録として残しておく動画なんで、こういった内容がもうどんどん消えちゃうので、時間経つとね、後から、ああだったんじゃないか、こうだったんじゃないかっていう時に、絶対に役に立つ情報なので、ね、残しておこうと思いました。ね。とりあえず、投稿してくれた方、ありがとうございます。これないとおじい気がつかなかったんで、本当ね、感謝いたします。以上です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またね、バイバイ。